皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年1月の25日、13時44分。まあ、以前の、ちょっと、皇室の方たちに向かって怒ってしまった動画は、後ほど削除しておきますので、まあ、ストレスの溜まりすぎも良くないなと思いまして、まあ、昨日、まあ、ボクシングの試合がありまして、まあ、Amazon のプライムビデオ無料期間があると、でそこでなら、まあ、見ながらっていう部分があったので、まあ無料期間加入したんですね。で正直心情としては無料の間にたくさん見ておかないと損するみたいなやっぱり感覚になるとで、まあ今日の朝も、まあ、もし佳子さまとかもしくは国会議員の人たちとか、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電とかのことで、まあ来たらっていう部分とかもありましたから、まあとりあえずその佳子様には頼んでましたし、まあ一応佳子様からのコンピューターの声は、今日は来んっていうことを、ちょっとね、和やかな言い方で、その今日は来んっていうことを、本当は後で会うからっていう言葉とかあるんですけども、あと他にも確か公務というワードもあったと思います。だからまあ今日はないんだろうなという位置づけで、もう今日はそこはしっかり割り切って、プライムビデオを見ようと。まあそういうふうな行動になったんですけども、まあハリウッドの方たちとかと、まあ昔からいろいろ関わり合いがあって、まあエクスペンタブルズ3を、まあ、見ていました。で、まだ途中なんですけど、やっぱり心の声とかも届きますし、これね、一応、方向性としてリーダーを絶対真面目でいなきゃなんないっていう話になってるんですよ。で、エネルギーの残存量問題とか、いろんなことを分かった上で、皆さん反応されて、こちらの心の声とか受け止めて、対応されてると思われるっていう話。もう途中からもう笑いが止まらなくなって、一応それ説明しておこうかなと。まあ何か楽しい話もなかったら、まあストレスが溜まるということで、ちょっと説明させていただきますね。これ動画で、再生しながら、まあ僕が言ってる内容を、こう、パソコンがもう一台あったりとか、まあスマートフォンで僕の動画を見ながら、パソコンの方でエクスペンダブルス3を、まあ見ながらとかで見ていただいたらわかりやすいと思うんですけども、まあ46分、まあ、52秒ぐらいのところで、その、アルバニアのならずもっと、ブカレストにいるっていうシーンがあるんですけども、まあ、それはね、エクスペンダブルズのリーダーのバーニー・ロス、まあ、シルベスタ・サロンさんが演じるバーニー・ロスというキャラクターの人がね、まあ、政府の人と、まあ話し合いをしてるんですけども、まあそのシーンがね、なぜか暗闇の中で、車の中で話してるっていう、なんかこう、悪そうなことを話してるようなシーンに、まあ見えるんですけども、言ってることまともなんですよ。まあこれ、まあ日本語に翻訳してる方だから、ちょっと違うような言い方を意図的に入れ込んできてる可能性あるんですけども。まあセリフはね、その政府の方、の人から、生け捕りにしてくれとの、まあ、注文があると、上から。で、その後の言葉がおかしいんですよ。ハーグじゃなくて、ハーグで、ね、裁判にかける。何回聞いても、そう聞こえるんですよ。翻訳してる人が多分そう言ってると思うんです。で、主人公も、真面目にしておかなきゃな。リーダーね、僕として頭の中で、シルベスタ・サロンさんに聞こえてきてる可能性あるでしょ。で、あとアルバニアってね、なんかこう、おもちゃというかこう、まあ、リカちゃん人形みたいなもので、クマかな何か、アルバニアの森の動物たちみたい
ありませんでした。何十年か前に、今もどうなってるか知りません。国ではアルメニアがあると思うんですけども、さすがにそれそうじゃなくて、多分面白い話、何かこう入れとかなきゃなんない、その戦争の話とあまりにもこうつながってしまうと見てられないっていう心情になるかもしれないから、こっそり気づく人は気づく。アルバニアの話、多分クマのことだと思うんですよ。本当はクマってものすごく怖いから、あの兵器デッキの上とか、あの駆け上がっていきますし、あのそこそこのスピード、まあ例えば時速、まあ軽く走ってるぐらいで、まあ時速20キロぐらいだったとするじゃないですか。そのままのスピードで直角で木登っていくんですよ。本当はクマって木の上から飛びかかってきたりするんですよ。本当に本当に森の中はだから危険っていう話あるんですけど、アルバニアの7つもブカレストにこっちなんだもん、クマと犬わかんない。それによって、あの、身長の高い悪そうなキャラクターの人が出てくるのかもしれません。熊のようなって、わかんないですけども。で、政府の人とね、その、シルベスタ・サロンさんが話し合ってる場面でね、その、真面目な顔して、暗闇の中で、悪そうな口調で言うでしょ？CIA の隠れ家が綺麗に使えよって言ってること真面目なんですけど、その政府がちゃんとエクスペンダブルズのバックについてるよって、それも国連レベルでハーグ国際司法裁判所、ハーグだったら大変だ、ハーグの裁判所よくわかんない、その辺この間サッカーの試合があったところ、インドネシアとの試合で、今回は PK もらえたんですけど、これ元々の話があるんですよ。今回のアジアカップで、イラクとのね、試合が1月19日ありましたと。で、観客を見たときにね、観客席を見たときに、イラクの、まあ、国の方たちだと思います。まあ、サポーターの人たちがたくさん来られてるんですよ。髪の毛染めてる人どこにも見当たらないんですよね。日本人の解説席の人たちがやたらと褒めていて、こっちも、これもイラクの人たちの勝ちやわってもう正直思ったんですよね。で、思った内容も、まあ、伝わってる分は伝わってると思うんですよ。正直、この試合勝ちに行っていいんかなって思っちゃったんですよね。で、試合始まったら、イラクの人たちが、やたらとね、それ掴んだりとか、引っ張ったりとか、一番ひどいの。こんなことね、みんな、小中学校とかで、高校も含めて、体育の時間にサッカーとかしたことあるでしょ。相手選手、ボール持って選手止めるときにね、抱きついたことあります。ないでしょ。それなぜかプロの試合で結構見かけるんです。日本人選手はさすがにそれしなかったんですけども、ちゃんとこれは僕は日本人選手絶対するなよっていうこと言ってますから。イラクの選手、抱きついてきて。で、まあ、2対0でね、後半始まって、まあ、イラクはリードしてる場面で、もう途中で僕からもね、もう、イラクの人たちがあんまり、ユニフォームは引っ張るわって、何回も使うわで、もうこれどっちもどっちやわって、もう引き分けにするしかないって思ってたんですよ。で、それでも2対0で試合が進んでいって、で、日本人選手は、選手が髪の毛染めてる人たちが、まあ、コンピューターグラフィックも混ざってるかもしれませんけども、明らかに染めてる人たちがいると。で、現場、もう確認した人間もいるからと、春山聖骨院の前。で、それ引っ張ってきたり、抱きつく、後半2対0でね、日本も反撃が始まって、で、南野選手だったと思うんですけども、髪の毛染めていない。で、イラクの選手が後ろから、フリーだったんで、強引にペナルティエリア内で止めに行ったんですよ。まあ、たまにサッカーの試合で、ダメ元で、
完全にフリーで打たせたらもうほぼほぼ点取られるから無理やり止めるっていう方法、ファールでも。だけどもそれでペナルティーキックもらえなかったんですよ。あの横からの、VTR で見ても、普通に考えたら分かるんですよ。真後ろからボール飛びに行ってるから、それ、選手に当たらんかったら無理だから、一応足はボールには行ってますけど、その選手に思いっきり横から足が行っていて、ミラノ選手、空中で回転してるぐらい転がってるのに、それで PK もらえなかったんですよ。まあ、これ、毎年、なんかね、FIFA の、まあ、毎年確認しなきゃならない事項なのか何なのかよく分かんないんですけども、一応まあそれ、まあちゃんとね、そういうの試合が終わった後、まあ、翌日か翌々日ぐらいに動画アップロードしてるんですけども、そこでも PK もらえなくて、で、結局髪の毛染めてない遠藤航選手が、点入れて2対1で負けてるんですけども、本当はこれ2対2ですよと、あの時点絶対 PK だから、もう PK だったら方法点入りますから、もうそれ確率で見たらいいし、あんなにもうフリーキック、PK なんか絶対キッカーの方が有利なんです、どう考えても本当に。まあまあまあ、その部分もあって、で、昨日インドネシアとの試合があって、その試合でもね、再確認のためなのか分かんないですけども、ペナルティエリア内で、インドネシアの選手が、日本人選手に抱きつきに行って無理やり止めたって。さすがにそれは、最初審判ホイッスル鳴らさなかったんですよ。そしたら審判も、お金がやっぱり動いてる話ですから、何があるか分かんないと。昔の歴史とか、こういった記事があるっていう話もありますから。だから、そこは VTR でまあ確認しようっていうことで、審判、ね、一応現場で言ってるんですよ。笛鳴らさちょっと VTR で確認しましょうと。落ち着いてっていうことで、VTR で確認した。で、ちゃんとね、その1月19日の試合の後言ってるんですよ。スポーツの国際司法裁判所があるって、これ絶対通るからって、今まで通ってきたからちゃんと解説席でも、もう僕は20歳ぐらいの頃かな。それ通ってるからって、本当はって言って。今回は、ちゃんとペナルティキックが与えられて、ちゃんと点入れて、最初日本が先制っていう形。まあ、最終的には、昨日のインドネシアとの試合は3対1で勝ってるんですけども、そういう話を。ハーフで裁判にかけたいんだもん。それ、生け捕りで捕まえ。話に関して。スポーツ業界だけに限らず音楽業界とか国会議員のたちも含めて死んだことにして隠蔽にするっていうその話はなしですよ。エクスペンタブル入ってる可能性いろいろいろんなこと含めて本当に幅広く、まあだからそこを真面目に言わなあかんか、真面目な顔してるんです。ただ、場面が暗闇で、車の中でしょ、1対1で。なんか、政府の人との密談みたいな風に見える。意図的に。わかんない。その後、政府の中に裏切り者がいるパターンの話は、今まで戦争の関係の映画とかアクション映画でいっぱいあったから、歴史を別に忠実に再現してある映画じゃなかったとしても、政府の中に内通者いたんです。いっぱい。法律あんまり、今の万博とか、県とか、そう、税金を負うのないつものすごい数が。まあ、話進めますね。これ、あくまでも、エクスペンタブルズ3ですから、撮影されたのは、はるか昔なんですよ。まあまあ、10年前かもしれないですけども、まあ、ちょっとわかんないですよ。シルベスター・サロンさんもう筋肉もりもりで60なんですよ、ね。やっぱりそこはすごいっていうことになるんですけども、まあ、その生け捕りをしなきゃならない相手、やっとちゃんとエクスペンダルス3の話に戻ってきてますけども、敵がね、ストーンバンクスっていう名前なんですよ。やっぱり生きていたって。以前、死んだはずだったんですよ。だけども、まあ、これ40何分から説明してますけども、その冒頭のところでね、早々にこう戦闘シーンがあって、ある程度の時間の経過で、その以前、死んだはずだったストーンバンクスがまた現れてるんですけども、よく名前を見たら、ストーン、石、バンク、銀行、
複数ケース1920年にアメリカの議会で、銀行と証券会社に嘘がある偽証罪っていうことが、認定されたと。そこからの話で、結局悪党の名前が、ごめんなさい、もう足組みながらなんですけども、ちょっともう疲れてきたんで、ストーン・バンクスっていう名前になったはずだと思うんですよ、そのお金の回しバレてるから何回も、もうこの辺の話も何回もしたから、もう分かっていただけると思いますけど見つかるからで、僕みたいなね、賃金とかちゃんと支払ってもらっていなかった人間からが激怒して法律されてるのかって全部政府に通報するから公にしたもうまあそういう分も含めて、でそのストーンバンクスの件についてね、1回目と2回目でちょっとね、途中でまあ2回目見た時にもう1回ちょっとこの場面をね、1回メモしようと思ってその時に突っ込んだ言葉とかも、まあ、伝えた言葉、最初はね、そんなに怖そうに言わなくてもだったと思うんですよ。そしたら47分38秒ぐらいに、まあ、バーニー・ロス役のシルベサ・サロンがさんが OK って返答してるんですよ。じゃあその行政が味方やつエクスペンダブルズじゃあパッと見てみたらあんなめちゃくちゃな、ね、一般人でさ、ごめんなさい、マシンガン撃ちまくロケットランチ軍用ヘリ乗りまテロ絶対行政からの指示とかで、まあまあ今のその神戸市北区出張所岡場駅の近くにある北新ビルのその4階事務所が人材派遣会社の人たちばかりに変わってしまったと。公職員証を持っている人たちがいませんと。だからそれを考えたら、その昔からなんかこう民間の雇われの傭兵とかいたらしいですけども、だからまあその辺のところもちゃんと行政が許可与えてるからの話がなかった。エクスペンダブルズというその主人公たちのグループをどう見たい分かんなくなるかなまあだからその辺のところがぼーっと見てたら、なんかその辺のところよく分かんなくなるじゃないですか。その特に小中学生とか CIA とかいきなり言われても分からないと思いますし、ましてやハーグ国際司法裁判所って言ってもほとんど分からないじゃないですか、小中学生の方たちって。それを日本語のハーグで裁判にまあだからまあちょっとある程度まあ今説明してる部分でもあるんですけどまあまあその後48分5秒ぐらいに、今シルベスタ・サロンさんが会うってまあ言ってくれてるんですけどもねえ、まあそれはまあ資料を見ていたシーンだと思うんですけども、そのね、資料でそのストーン・バンクスっていうその悪党のそのまあ ボスと言いましょうか、その写真はね、みんなの前でこう喋ってるような写真で、サングラス丸物眼鏡をかけてるんです。エコロジーも本当はサングラスなんかいらないかで、いやだから多分銀行員とかじゃ、昔みんなの前であんなこと言いました、こんなこと言いました。で富がね偏って貧富の格差があってって、その次こう資料をめくっていくんですけども、路上でね倒れてる、まあ20歳以下、まあ18歳以下ぐらいの、まあ、子供たちと思われる、もう後頭部とかしか見えてないから、そういうしかないんですまあ路上で倒れてる、一応血は流してないんですよ。だから富の絵にちゃんと表してる資料なんです。でその後そのストーン・バンクスっていうものは元エクスペンタブルズのメンバーでしたっていう、民間人の中にも裏切っている。
ちゃんとこう僕が今まで言ってきた内容の話と整合性が合う、今までの歴史とも含めて整合性が合うようにちゃんと作られてるんですけど、まあその資料を見ていてね、それをこちら考えていて、まあまあ伝わってると。で、48秒5秒頃にシルベーサー・サロンさんが会うって、まあ、言ってくれていて、まあその後、まあ僕からの SD カードでの郵送で、まあ別 の, あの未来からの声とか、まあその辺の話とかで、まあ日本の、まあ、テレビ局にシルベーサー・サロンさんが来てくれたっていう部分があるんですけども、その場に僕はいない。話めちゃくちゃ他の人間が喋ってるから次進みますね。で48分35秒、ドルフ・ラングレンさん、まあ役者名だと思うんだったはずなんですけども、まあキャラクター名がちょっと今正々とできなくて笑いながら喋ったりしてるから、まあまあドルフ・ラングレンさんって言った方が分かりやすいかなと思って、言ってるんですけども、こうね飲んでるんですよ冒頭の最初の方の戦闘シーンでガムを食いながらスポーツの勝ち負けとかでもこれはっきりしてるんですけど、ガム食べてたりしたらやっぱり試合中にいつも取れてるボールとかが、まあそこそこ難易度のあるボールとかもそうなんですけども、エラーしたりしてるんですよこれ阪神タイガースの、まあ、昨年佐藤輝明選手や、外野のね、ノイジー選手、ノイジーってもう訳したらうるさいじゃないですか多分決めた選手2人ともガム噛んでいて、で、まあ、佐藤輝明選手も、まあ、打撃も、打率が、まあ、やや特に最初の頃不振で、特にガム何回も噛まされていた頃エラーもするし、もうどうしようもない状況で、でレフトまでガム食わされてるから、もう食べさせられてるから、三塁線のね審判までナチュラルに、さすがに審判はガム噛んでた。ジャッジ平気で間違い始めて、それ本当に分かんなくなったんですよ。本当に仕事中にガムなんか絶対食べちゃダメだから、雨も同じ、舐めてんのかな話安心タイムの岡田監督が飴ちゃん食べ始めたり舐めてんのかな分かんない。阪神タイガースがゲーム差だいぶつけ始めたんですよ。もしくは、わかんないですよ。ガムを食べさせた方、監督の指示なのか何だかわかんないですよ。で、こちらにボタンがかかるから、法のもとに平等とか、その辺の話、今までの優勝回数とか、さすがにもう今年もう1985年に阪神タイガース日本一になって、もうそれから日本一になってませんから、何十年も。さすがにもう今年は阪神タイガースの話で通してるから、みんなそこも話合わせてもらわないとという話とかもあるのに、阪神タイガースがゲーム差つけ始めたらかな、何なのか、その話がしっかりと浸透しなかったからなのか何なのかよく分かんないですけど、僕は YouTube でちゃんと言ったから言ってないとか、当時の、国会議員の人たちとか大臣とかもいろんな人たちいっぱい認めてるからって、そのいろんな話皇室の人たちも話通しましたからって、ちゃんと話聞いたら、そのみんなのね税金が元手になって、半分ぐらいお金とか投入されて、各スタジアムとか最初の頃建築されてると。でそれ優勝回数とか合わせてとかの話なかったら、ファン心理とかも含めてある程度やっぱりその地域の人たちがファンになるものですから、まあまあそういう部分もあって了解がある。まあ話がだいぶそれましたけどね、そのドルフ・ラングレンさんがエクスペンダブルズ3の話に戻りますけど、最初の頃の戦闘シーンでガムをこう噛んでいたとそしたらこうアルコール類飲んでるように見えるでしょ。もこれもともとね、ちゃんと説明させてもらいますと、もともと軍人さんって金属製の水筒持ってませんでしたっけ。そうでしょ、水筒普通の水入れた悪そうなキャラクターとかがこう飲み始めるアルコール類飲んでると思われるでしょ。で、それでね、ドルフ・ラングレンさんが、その内容を察知したのか、セリフをね、
俺たちはって言い始めた時にすぐに、そのリーダーのねバニーロスシルベスターサロンさんがすぐ言葉を遮るんですよ。それはバーで言っただろうって。僕もあの2003年にそのホテルオークラ神戸のメインバーを軸にして働いていた時もありまして、まあそこであのバンケット宴会場の披露宴とか普通の宴会とかもあの働きに行ったりとかもしてたんですけども、まあ もともとフルーツラパークでも何回かそのバーでも勤務したことがあるので、そこでまあ僕は何を言ったのかも覚えてないんですけど、まあ、それと関わり合いがあるかどうかはわからないんですけども、あのそれはバーで言っただろう、それともあんまり飲むなって言ってるんですよ。なんかまあ、お酒としても該当するし、大真面目な方向性からで言ってもとんでもない距離歩かされてるんだったとしたら、いやあれ1リットル入ります。夏場あんな長距離歩かされたら、僕河川の撮影とか行ってますけども、秋に撮影行ってるじゃないですか。それでもね、汗だくなるんですよ。水も2リットルじゃ全然足らないですよ。それ30キロ以上歩いてたら、それはそうなりますよ。2リットルなんか全然足らないですから。水突きかけてきたら本当に生命の危険性を感じますから、本当に。そう、田舎の方にコンビニなんかないですから、自動販売機も。なかなかそう。前さっき通り過ぎたあのコンビニのあの距離まで登って戻るんですかの話になるか。そういう意味でも真面目な方向性からでも、まあ、あんまり飲むなの話になるんですか。明らかにもうその場面は場面的に酒飲んでるように多分見せかけてると思うんですよ。で、もう家でも笑い転げていて、まあ、それはそれで晴れになってたんですけども、まあそれまあまあドルフ・ラングレンさんにも周りのメンバーにもね、心の声で行政の仕事仕事中にアルコール絶対飲んだの方向付けから話してるんですけども、まああの48分50秒ぐらいの頃にドルフ・ラングレンさん水と、まあ、アルコールが入ってたのか水が入ってたのか知らないですけども、もちろんそれ演技だから本当にアルコール入ってないと思いますけど、まあ、アルコール類を飲んでるように仮にまあ見せかけた演技かもしれないですけど、その水と思ったら固まってずっと何秒か小声で、多分ね分かんないですよ何って言ったか、音声はっきりと出てないですから。けどね、僕は口の動きから見ると、ほんまやって言ってるように見た。行政の仕事。これ僕が言い出した時に話合わせてね、あの、深夜家行政からの仕事。絶対飲んでたな。で、まあ、それで話合わせてくれた方かもしれません。たまに、日本語喋る人は喋りますから、世界中の、あの、インドの、あの、俳優、役者さんとかでも、日本語喋るときが急に喋りますから。ただ正しいですよ。ただ正しいですけども、一番喋るんですよ。うん。それで、あの、モンバイから何か、あの、実際にあったとされる、あの、ホテルの、あの、火災か爆破事件の、映画なんですけども、多分日本語はまだある程度喋れる方に進行変わってる可能性があるんです、僕との受け答え。まあまあそういうふうなことを、まあ、20歳ぐらいの頃ブルース・ラバークである程度言ってたような気もするんですよ。あのそこは無理しないで、あの給料の算定表のはずですからとまあまあ日本語喋れる方の方がいいかもしれません。まあご判断はそちらにお任せしますと。まあそういうふうな内容だったんですけども。まあまあ、エクスペンダブルズ3の話に戻しますね。で、49分5秒ぐらいに、まあ、アーノルド・シュワルツネッガーさんが、まあ、現場に現れてるんですよ。で、飛行機のそばでね、タバコ吸ってるんですよね、すぐに。だからリーダーは絶対笑い出したりしちゃダメって、その真面目でいなきゃダメっていうこと。シルベスタ・サロンさん、間髪入れずにすぐに、航空機の
そばで吹かすなと、まあそういうふうな注意をね、まあ日本語の吹き替えでされてるんですけども、燃料タンクがね、もし閉め忘れたりしていたら、ガソリンってすごいスピードで揮発するんですよ。まあ昨年、まああの、これ何回か言いましたけども、僕の家のすぐ近くのところでね、車がちょっと前に出てきたところで、左通行をしていたオートバイの人がこうぶつかって、まあ黒い車と黒いオートバイだったんですけども、あの、両方ともガソリンが漏れ始めてる、まあ、ものすごい音したから、まあ、そこは落ち着いて、ちゃんと財布とかいろいろ持って、家出て、現場見に行って、まあ、僕の方で、まあ、警察の方を呼んだんですけど、あの、自己証明取らなかったら、あの、任意保険が効かなくなるんですよ。で、まあ、警察を呼んで、で、ガソリンが漏れてるじゃないですか。すぐ乾くんですよ。本当に。もう警察が来る前、もう数分、数分。ある程度、もうこれぐらいの面積でも、あの、ガソリンが広がってるんですよ。それでも、すぐに蒸発して乾くんですよ。数分で。もう3分以内、3分以内。で、だから、あの、航空機とかの燃料タンク、これ、大真面目な話でいきますと、これは一般的な旅客機でもそうなんですけども、絶対閉め忘れちゃダメ。あの、車とかもそうなんですけども、すごい勢いで本当は揮発してるんですよ。で、あの、夜とかライト照らしたらわかると思うんですけども、揮発してる、そのガソリンがこう、ゆらーってこう、あの、煙みたいに見えるって言ったらいいんですかね。見えるんですよ、本当は。ライト当てたら。暗いところで。で、だから、その、昔いっぱい戦争あったじゃないですか。もしかしたら、本当にそういう事故が、その燃料タンクの閉め忘れで近くでタバコ吸った人がいて大爆発を起こしたとか、それ本当はあるかもしれないんで、まあそこをね、あのシルベサ・サロンさん、バーニー・ロスが、まあ注意したと。タバコなんか航空機のそばで吹かすんだと。本当は戦車でも一般乗用車でもみんな同じなんですよ、本当は。オートバイでも。で、で、その後、49分18秒、まだ3分くらいしか進んでないんですけど。まあ、新しいメンバーがね、加入してきて、まあ、そのシルベサ・サロンさんがね、まあ、年配の人たちが多いから、まあ、若手を探しに行くと。まあ、ある程度そういう、スカウトしに行く話とかも入れてなかったら、まあ、もともと、ハリウッドでいろんな映画に出て、活躍された人たちが、まあ、スカウトされる話になってるんですけども、そういう人たちが、まあ、エクスペンタブルズのメンバーに、まあ、選ばれるという話になっていて、まあ、そこは新しいメンバー、こう、世代交代があるから、ちょっと遊びに行ってくるわと。映画の中では、まあ、俺たちは、もう、その、年配であると。永遠に勝ち続けることはないっていうことをね、まあ、遠回しに言ってるんですけども、それでまあ、新しい人たちをスカウトしに行きます。で、スカウトされた人たちが来ましたと。で、その新人の人が、そのタバコを吹かしたことを注意した、された後に、他のメンバーに、匂い嗅がれてるんですよ。その辺の話がしっかりと分かんなかったら、男性が男性の匂いを嗅がれてる。だから、よくその辺の状況が分かってない人は、いや、犬じゃないんだからっていうことを連想すると思うんですけども、それ、タバコ吸ってるか吸ってないか、学校の先生でもいませんでした。学生で。もうタバコ吸ったんちゃうかと。こう、匂いをね、こう、学生からタバコの匂いがするかしら。学先生とかいませんでした。生活指導の先生とか。それと同じで、匂いを嗅がれて、で、そのね、嗅いだ、ベテランの方が、親、アマチュアだって言ってるんです。わかんないですよ。証拠がないから。証拠の映像がないから。遠回しな言い方で言い始めるんです。だそこまでわかるから。もうお腹かかる。証拠がないから遠回しな言い始める。まあ、多分匂いしたんだって。タバコ吸ってた。まだその年にもなって禁煙できないの。厳しいお話。もともとタバコって、あれってね、学校の、例えば先輩とか、同級生とか、もしくは仕事場の先輩とか上司とかがタバコを勧めてくるっていうケースで、大体みんなタバコを吸い始めてるんですよ。
まあ大体正社員の人間は進めてきません。まあ仕事場だったら悪そうな髪の毛染めてる、さらにまあまあなかなかピアスしてる人間なんかいませんけども、まあそういう人間にタバコを勧められると、まあそこからの始まりとかで怖く怖くて済まされない怖そうな人だから、まあ、だからそういう部分とかもあって、まあ、ある程度の年齢になったらそこから抜け出さなきゃなんないよっていうことで禁煙ちゃんと成功しましたかっていうだからまあプロとしては認められませんタバコなんか吸ってたスポーツ業界の話に戻りますけども、タバコなんか吸ってたら成績下がるまあまあまあその後もね、その後機械関係をね、いろいろ扱ってるもんに対して、まあちょっとした言葉の行き違いで喧嘩になりそうになるんですけども今までその弱いふりをしていた新しい新人の人間がそこの場を引き締めるんです全員しようってそれで全員ピシッとして1名だけ笑ってるんですけども、スキンヘッドの人、スキンヘッドの人は正直ダイハードの役をされた方、ブルース、ちょっと名前がまだしっかり覚えられてないんですけども、この間も言ったと思いますけど、ブルース・ウィリアムスか、ウィリスさんか、まあ、ウィーの後からにこう言ったような名前の方です。僕は世界一といろいろ関わってた。一応、日本のプロ野球のね、その阪神タイガース側で、まあ、試合を、まあ、昨年も勝ちに行ってたりしてたんですけども、昔 JFK、まあ、ジョン・ F ・ケネディ大統領という、まあ、そこからのワードで、JFK っていう形で、中継ぎ抑えというところをすごく固めたんですよ。ジェフ・ウィリアムさんのその名前とちょっとごっちゃになってる、その J のところはジェフ・ウィリアムさんだったと思います。で、K が久保田っていう投手で、F が藤川球児という投手だったんですけども、7回まで来て野球で、ベースボールの話、まあこれは国によって伝わる、伝わらないがあると思うんですけども、7回まで来て1点でもリードしていたら、勝率 95% 以上。ものすごい中継ぎ抑え陣を、まあ起用したんですけども、その時のね、印象がすごく強くて、ブルース、ウィリアムさんじゃなかったと思うんですよ。ウィーなんとかさんだったと思うんですけど、その人のそのイメージがどうしてもエクスペンダブルズのスキンヘッドの方にはそういうイメージがあって、まあそう言うんですけども、まあ、もともと僕は二十歳ぐらいの頃にアルマゲドンっていう映画があったんですよ。隕石が、大きな隕石が地球に落下してくると。もう今国連でまとまっていると。で、誰かがその隕石を破壊するしかないと。で、直接核兵器を当てても破壊力がないと。で、誰か隕石に取り付いて、取り付くでもいいんですけども、まあ、着陸して、で、そこで穴を掘って、ある程度の深さまで。で、そこに、核兵器仕掛けて、葉っぱかけて、隕石を粉々にするしかないと。これで衝撃力が逃げないからっていう発想で。で、命がけで、ダイハードに出ていた、そのブルースさんが、もう、なんかブルースっていうのは決めかなってやっぱり思っちゃうんですけども、最後その隕石に最後まで残って、自分の命をかけて、隕石を破壊して地球は救われるっていう、そのダイハードで散々暴れてきたからちょっと地球を救うような良い話なかったらあかんなと思っちゃう。最初から最後アクション映画で暴れてた人が金持ちっていう話で、これどうもものすごくややこしい話がウルツラパーク二十歳ぐらいの頃始まったんですちゃんとみんな今も国連加盟してあると。まあいろんなややこしい件はこう近年ちょっと何十年かぐらい前でもあったんだけども、こうみんなで乗り切ろうという話込みで隕石が降ってきましたと。そこはもう世界中でみんなで協力してって、まあ、アルマゲドンの映画で、その、最後、
その宇宙ロケットに乗り込むときにもう命がけっていうことは込みだったから、最初から。だからもうちゃんとね、あのレッドカーペット用意してあげてっていう、その一応国賓級の扱いで、まあ乗り込ませてあげるとかね、まあみんな敬礼して見送ってとかね、まあまあそういういろんなシーンのこと言ってたんですけども、まあちゃんとそういうふうにね、あの撮影されてるんですけど、でその後これまた笑い話に戻るんですけども、52分20秒ぐらいに歌が流れてきてるんですよ。で、英語でね、ちゃんとチキンバーって言ってるんです。チキンバーって。その出てる人はソファに寝転がって、まだ飲んでるよ。映像が。テレビ見てる。字幕ではね、どう出てるかって言ったら、エネルギーの残存量問題とか金属の残存量問題も確か、うん、その映画の中でね、あの僕が心の声で伝えてると思うんですよ。それでその次のシーンがそうなったのかもしれないんですけども、英語の歌詞は明らかにチキンバーって言ってるんですよ。じゃあ意味絶対違うじゃないですか。今から言いますよ、あの字幕どんな字幕が出ていたか。世界は次元爆弾の上に座っているって言ってるんですよ。何回もその字幕が出てくるんですよ。だからエネルギーの残存量問題、残存量問題、時間切れ、時間切れっていう話。歌は明らかにチキンバーって言ってる。チキンバーを理由にして役者さんが飲んでるような映像だったのかもしれませんけど、字幕で仕事中に飲んだ、真面目に直さない。世界を次元爆弾の上に座ってるっていうそのワードエネルギーのチャンス、それ仕事終わったプライベートの時間帯どうする、タイムカードをする、それらしいし今まで見たことありますか。やっぱりその何回もリピートしてで、明らかにチキンパーもう笑い込みで言える。それはそれで晴れで、うん、なりまして、でその後ちょっとね、笑ってた後録画しようかなと思っていて、そういう楽しい話をまあ皆さんにお届けしようかと。で、うん、その北の方に向かって晴れてたんですけども、もう今ちょっとその途中で撮影先にしないで、あの昼ご飯を作り始めたのか何なのか理由分かんないんですけども、今びっくりしました。いつの間にか雪降り始めていてびっくりしました。でまあまあ、あのもし被災地の方たちで未来の時間軸から声が聞こえてくるとか、スーパーコンピューターがあってもともとそういうものなんですよっていうことが受け入れられた方たちで、まあその避難所って正直することをないんですよ。で、その復旧をただただ待つ状態で、そのご老体の方とか、だから暇だと思うんですよ。で、まあ、まあ、プライムビデオ、一応無料期間とかもありますし、スマートフォンとかお持ちだったら、まあ、あの、僕のこの内容を見て、エクスペンダブルズ3見たら、きっと楽しいでしょうから、まあまあ、よかったらそういうことも伝えていただいたらいいんじゃないかなとか思って、今回、撮影させていただきました。あと、まあ、あまり根詰めすぎても、ストレスの溜まりすぎになっても、やっぱりああいう風な、絶対しちゃならない。その、まあまあ、皇室の方たちに向かって怒って、言ってしまったっていう、そういうことも、うん、やっぱりあります、ありましたから、だからまあ、お互いに、その、なんかちょっと楽しい話とかもなかったら、やっぱり無理かなと思いまして、まあ、まあ、こういうふうに撮影させていただきました。まあ、これが、どう受け止められるかどうかは分からないんですけども、まあ、ただ、エクスペンダブルズ3を見ながら、さっきの話も、量を聞きながら一時停止をしながらと確認した。ドルフ・ランクレンさんが、
水道もたもう固まってるし、ね、字幕で世界は次元爆弾の上に座っているって、その僕がねそれを読んだ瞬間にそので映ってるそのなんてソファーの寝転がりだ、明らかにそれに対してこうなったりしてるか妙な動きがねちょっと入ってるっていう、多分聞こえてるんだろうなっていうのが分かるかまあまあまあ面白いのは相当面白いです。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。もうこれたった5分くらいでもう説明だけでね、あの 1時間近くになりましたんで、まああのまだ続き見てないんですよね、後からちょっと見ようかなと思っています。皆さん長い間、ご清聴ありがとうございます。多分その後今日も笑いっぱなしになると思います。まああのまあそんなこんなでちょっとあのまあ河川水門会式玉発電とかに関しては、本日1月25日にアクセスできるようにした、アップロードした内容で、まあ、物事最終決着かなと、思っています。まあ、国の方で特許出願してもらって、国の持ち物特許出願をするのであれば、で今ある特許だけで作れるんだったらすぐ作りましょう。でもう僕は、固めました。で、まあ、その動画も、見ていただけたらなと思います。皆さん、チャンネル登録と、着信通知の設定と、あと周りの皆さんとかに、まあ着信登録だとか、まあ、僕のホームページ、いろいろ目を通した方がいいと、まあ、いうことを、進めていただけたらなと思います。重要な内容がすごく多いんで、皆さん、よろしくお願いいたします。以上です。まあ笑って楽しんでいただけた方、ありがとうございます。まあ、最後までこのセリ私の喋ってるところを聞かれてるっていうことは、多分楽しんで見られた方なんじゃないかなと思います。そうじゃなかったら40何分も最後まで見ないと思いますんで、皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。以上です。後ほどアップロードさせていただきます。